久保さん。今回、1万円のログにしましょうか。あの、この前ね、あの、借金6000万男さんに気持ちをくださいって言ったら、えー、今日ですね、えー、入金がありましたね、1万円。気持ちが。はい。何なんでしょうね、借金6000万あるのに気持ちは1万円。借金6000万もないけれども、1万円も入金しない人もいるんですけど。 <laughs> まあ僕がですね、なんでその、ずっとビジネスできるのかっていうと、うーん、多分ね、まあ、もちろんマーケティングの力、コピーライティングの力で売ってるものももちろんあるんだけども、まあ多分ね、気持ちの集合体かなと思うんですよね。まあ何かっていうと、うーん、なんだ。まあ常にね、まあフリーコンテンツを作ってアップしてるっていう動画を作ってアップしてる無料でね、 うん、そのつ、そのログの積み上げかなと思いますね、うん。何か欲しいんだったら先に与えようというところで、なんか何も与えずね、お金だけくださいは無理なんで。うん。だから久保さんもなんで速下塾の入、あのね、生活保護の人もなんで速下塾に入るのかっていうと、久保さんが動画撮ってるからですよね。 生活保護者に向けての動画を撮ってるからじゃないですか。それ撮ってなかったらね、生活保護の2000人増えなくないですか。動画撮ってるからですよね。うん。だからまあ常にまあ日々、あのー、まあギブするというかね、まあフリーコンテンツをまあアップし続けると。この前もお問い合わせありましたけども、うん、なんか、まあ元気もらってますみたいな。まあ、常に動画をアップして元気を与えてるっていうね。 うん、だからまああのー、何か叶いえたいものがある欲しいものがあるんだったら先に与えようってことですね。うん。与え与えずもの与えられぬとか、ね、与えずもの与えられぬ。言ってらっしゃる